はいどうも、今日はねスイカゲームクリスマスバージョンがね今あるってことでやっていきたいと思います。世間はクリスマスです。早速やっていこうかな。スイカめっちゃ可愛いね。後ろの背景見える？見えるか。さすがにパイナップル、スイカ、ブドウ、桃だけ外にいるんだけどね。スイカとパイナップルいい感じなの。ハート出してるけど桃だけ外にいるのかわいそうじゃない？寒くないのかな。なんか嬉しそうだけど、いいんかそれで。うん、これはスイカができたらスイカがクリスマス仕様になってるってことだよね。そこまではもうやっちゃいたいね。さてね、クリスマスね、みんなはどう過ごしてるでしょうか。俺はクリスマスは、でもクリスマスって言ってもさ平日だもんね。クリスマスはね、でもなんだろう、今さ、まあ今っていうか昔からか、クリスマスってさ、はい、ももクリスマスってっていうよりもクリスマスイブだよね、やっぱね。みんなね重要視してんのって多分、あのね、クリスマスイブ、クリスマスイブね。俺さ、ねまずどうしようかな。パイナップル、クリスマスのこの動画ね、クリスマスに撮ってるんだけど、当日にっていうかもう今日の動画を今日撮ってるんだけど、なんだろう、クリスマスイブにね、まあつまりは昨日ね、ちょっと用事があって梅田に行ったの。梅田ね、大阪のね。すごかったね、人ね。人がすごかった。もちろんカップルとかは多かったよ。でも普通にやっぱりなんかそういうさ、みんなどうなんだろう、当日にクリスマスの買い物ってするもん？多分でもそういう人は結構いたんだよね。多分そういう買い物で来てる人とか多かったと思うんだよね。あ、なんか考えずにポンポン落としちゃった。そう、多くて、人多くてさ、おうおう、あ、ミスった。あのね、まず俺はクリスマスとかクリスマスイブに何にも考えてなかったのよ。いや、そこ行っちゃうの？もう家でダラダラくらいの感じだったね。さ、彼女にプレゼントとかもまだ買ってなくて、
でもさ、さすがにまずいじゃん。あ、入らないか。そっち行っちゃうか。あ。ねえ、プレゼントも買ってないとかさ、意味わからんや。でさ、行ったのよ。もう梅田に、当日、まあクリスマスイブに。あれ、これまずいやつだな。これまずいやつだな。全然入っていかねえな。ね、まあ、まあごめんね、話止まっちゃうけど、あ、なんかごめん。ね、まずプレゼントを買いに行きます。で、そっからケーキも買ってなかったから何もしてないでしょ、本当に。だからプレゼントとケーキを買いに行こうと思って、で出かけたのよ。マジで当日行ったから、当日がイブンね。まあでも電車に乗ってる感じさ、そんなでもなかったのよ別に。なんかそんなすげえ人だなーって感じはなくて、まあ着いたらだよね、やっぱね。まあ突然いたから出るのも遅かったんかもしんないけど、まあ人多くて、うん、あ、危ない。うん、ごめんごめん、話がすげえ途中になってるけど、メロン、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、すごいこう人の列だから、目的地に行くまでの人の列がすごくて、あー、ミスったね。うん、なんか本当にそのなんかのイベントじゃないけどさ、もうこの列に沿って歩いてここに行ってくださいみたいなさ、そのレベルだったのよ。人すごくて、でも別にみんなそりゃさ、あー、まずいな、なんていうの、その目的地も違うからさ、普通に電車から降りたで、あ、ミスった、間違えたね。うん、そりゃそう、ごめん、喋りも全然うまくいかないし、これもうまくいかなかった、追加できねえし。そうだから駅から目的地に向かうまでがもうそのね、左側通行で行列、行きたい方向にね、わかる？もう行きたい方向への行列、その先にはなんかいろんなお店があるんだけど、
そこに向かうためにすげえレースで行かなきゃいけなくて、で別にいいんだけど、やっぱりさ、その中にはさ、ちっちゃい子供やさ、老人やらもいるじゃん。だからそんなにスピードもないわけじゃん。みんななんかどこ行こう、あっち行こうみたいな人たちもいるわけでさ、もうそれでさ、すごい、なんていうの、その目的の場所行くまでにいつも以上に時間がかかってさ、いやすごいな、さすがにって思いながらも、でももう、まあ来たしもそうだし、ねえ、プレゼントとかも買わないとだしってなって、まあまあとにかく歩いたわけよ。でね、まあプレゼント買いに行ったプレゼントのお店は、まあ別にそんなに、そこのお店は人があんまりいなかった。すげえ不人気とかじゃないよ。別にね。うん。ちょっと時計を買いに行ったんだけど。でもその後よ、プレゼントはだからもうよかったの、もうだからまあよかったって言っても、俺は選ぶのにちょっと時間がかかっちゃったんだけど、うわどれがいいかなって、好きなのどれかなって、連れてくればよかったって思ったぐらい。でその後ね、もうそれで人も多いし、ケーキを買って帰ろうって思って、ケーキだよね、ケーキ屋さんの列よ。やっぱ当日に買いに行くって人もまあ結構な数いるんだよね。あの、まず一つ目、俺が行こうと思ったところね、まあみんなご存知、キルフェボンですよ。キルフェボン、大阪の人とかならわかるかもしれないけど、梅田のね、あのキルフェボンね、いつもあの、なんていうの、キルフェボンにさ、カフェが併設されてて、キルフェボンってまあそういうもんか。あんまりお店を知らないからあれなんだけど、でそのカフェのね、列がいつもあんの、すごくすごくすごく。でその昨日はカフェがやってなかったのよ、もうあのクリスマスケーキのっていうことで、クリスマスケーキなんで今日カフェは営業していませんみたいな感じだったで、ああそうなんだと思って、じゃあ列まあ並んでるとこ並べばもう買えるんだと思って、いつもはね普通に買う方はそこまでの列はないの、みんなカフェ側の列でさ、間違えた、なんだけど、まあそれはさ、クリスマスだしさ、ケーキ買うのにさ列できてるじゃん。で列に並ぼうと思ったらさ、なんか列の位置も変でさ、これどこに並べばいいんだろうって思ったらさ、
これね、場所知ってる人じゃないと分かんないかもしれないけど、普通に列が店の前にあって、そっからキルフェボンってその建物の扉の近くにあるのね。まあ商業施設っていうかそういうとこに入ってんだけど、でその外側まで列があって、まあそれでね、まあ並べよって思うかもしんないんだけど、でさらに俺お昼過ぎだったかなとか、そんくらいの時間だったんだけど、まあ1時とか1時過ぎとかだったんだけど、もうあのメニュー、この今日このケーキがありますみたいな中に、もうすでにあのソールドアウトがいくつかあって、ですげえ並んでんの。ってなるとさ、並んでるうちになくならんってなってさ、まあ全部じゃないけどさ、食べたいやつとかなくならんってなってさ、でそう思ったらさ、もう並ぶのはやめようってなってさ、うわーなんでだ、そうそう、結局諦めたのよそこ、無理だったから、もう無理だったから俺にはね。で次にあのデパートっていうか百貨店行ったの。まあほら地下にねいっぱいあるじゃんそういうのが。行ったらさ、そこもさ、まあ、いつもね百貨店の地下なんてね、そりゃ人いっぱいですよいつでも。うん、それはそうなんだけど、嘘だ、転がってくれ、そう、それはそうなんだけど、いつもまあ列ができたりもしてるよそりゃね。あのなんていうの、まあケーキとかスイーツ系だったりお惣菜系だったりとかってあるんだけど、あのなんていうの、あれなんていうの、あの列作るためのさロープみたいなのあるじゃん、あんなのまで貼られてて、でも案内してる人がいんのよ、こちらですみたいな、で最後尾こちらですみたいなとかで、あのもうお店に行く前にもうあのそのメニューじゃないけど、なんていうの、ああいうのって、まあメニューでいいのかな、今日のこのこれがありますっていうのを持ってる人、店員さんがいて、であのこれ売り切れてますみたいなとか、もうダメかこれ、持っててさ、いやーすごいなーってなったんだけど、でもケーキを買って帰らないわけにもいかず、今年作ってもないし、割と作ったりもするんだけどさ、もうねえそんな1時2時ですよ、そのくらいの時間でこれから作るなんてのはもう考えようにはないわけですよ、ダラダラしてたし、突然出かけただけだしね、もう並ばないとと思って並んでさ買ったよ。もう俺みたいに突発的な人がいないにしてもさ、結構当日にそういう買い物に行く人ってのはいるもんだね。割とだから、まあでもあの
なんていうの、食材、スーパーとか、うん、そういうところになったらさ、当日さ買うならもう朝から行ってない、行かないとさ、結構売り切れてたりとかさ、目的のものがねってのがあったりもするけどさ、割とケーキとかもみんなそうなんだなと思ってさ、ね、みんなクリスマスはクリスマスらしい過ごし方した？クリスマスらしい過ごし方が分かんねえけどさ、何なのか。まあ俺はそんな感じで出かけたよ、繁華街に、うん、すごかった。みんなデートしてたんかな。なあ、デート、クリスマスのデートといったらどこだろう。やっぱりあれかな、ディズニーランドとかそういうところとかになるのかな。千葉にいる頃は行ってた気もするな、全然覚えてねえな。うん、どういうところだろうな。イルミネーションはね、俺もうね、1週間前ぐらいかな、1週間か2週間前ぐらいに行ってんのよ、見に。いいでしょう、みんなも見に行ったかな、さすがに。この時期はイルミネーションぐらい見に行ってるかな。あのね、いつもね、まあ行くのは行くんだけど、そんなにさ、別になんて言うんだろう、重要視してないっていうかさ、そんなに行かないんだけどさ、3カ所ぐらいのイルミネーションを見たよね、今年は。うん、まあ1日で一気に近くのやつを 見たっていうのもあるんだけど、でもなんかイルミネーションを今年は結構見たね。やっぱイルミネーションも年々すごくなってるよね。プロジェクションマッピング使ったりね、すごいもんだよね。ああ間違えた、ボタン押しちゃった。これは無理だね、もうね、無理かな、これ無理かな、意外といけるかな。ああ違う違う、転がってほしいところが違う。おー、うまくいってくんねえかな。そうね、イルミネーションね、みんなどのどう、うん、いけるか。イルミネーションってさ、まあでもやっぱ綺麗だもんな、やっぱみんな見に行くよね。見に行ったかな。イルミネーション見て、イルミネーション見て、みんなイルミネーション見た時ってみんな泊まりかな。まあみんなってことはないだろうけど、
割と泊まりの人とかもなんか泊まりっていうかなんていうの、旅行がてら、旅行がてらなんていうんだろう、あそこのイルミネーション見たいで旅行に行ったりとか。あぶねえ、行けないかな、ちょっとまだ難しいな。うーん、細かいのが多くなってきたな、邪魔だな。あ、危ない。うっせやん。おーい、これはやばいね、無理そうだね。ああどうしよう、この梨とここでもし梨ができてもくっつかなそうだな。ここに乗せたら終わるよね多分。行ってみよう。いけた。なんでだ。いやこの隙間に入れんの、もうでもしょうがない、もうここしか置けないじゃん。ああまずいな。もう無理だね。約束惜しいんだけどな、スイカ作るまでは終われない。間違えた、ちょもうボタン押しちゃった、ポンポンって。おいさくらんぼ飛んでったな。間違えた。まあ入らんな。あーはい。その上がり方なくない？うわー飛んでっちゃった。もう最悪、最悪じゃない？ね、最悪じゃない？はい、突然ですが来ました。すげえ黙ってやってたわ。スイカできたよ、スイカね、ようやくできた。めっちゃ長かったね。これがクリスマスの、クリスマスバージョンのスイカです。スイカのリースになってんのかな、かな、なんかスイカの周りに輪っかがあるもんね。でオーナメントとか飾られてて、多分スイカのリースって感じだよね。かわいいね。いやできたわ。すげえ黙ってやってたら急にポポポポーンってなったわ。今回も終わったかなと思ったらいけましたね。とりあえずみんなにスイカ見せれたよ、クリスマスのスイカ見せれたよ。今回は3000点よりもこれを見せることだったから。あ今置かなきゃよかったか。もうスイカが1個できるともう気が緩む。こっからはもうどうだろう、運次第かな。スイカ2個はきついよな。ダブルスイカ、いやーできたねスイカ。よかった、とりあえずスイカできて。
もう俺1時間以上撮ってるんだけど下手すぎる。いやー行ったわ。いやよかったよかった。あー一安心。全然もうできないから無理かなって思ったよ。いやでこっからもう気が緩んで全然行かなくなるのよいつも。ねえなんで、ねえなんで、もうおい、でもあいつ動かせるここに作っちゃった方がいいんかな。むずいよな。でもめちゃくちゃ、おー行く行く、あ嘘、リンゴが飛び出たよ。いやでも行けました。はいおめでとうございます。スイカです。3000点はいけなかったけどスイカできました。かわいいねこのスイカね。スイカリース作りました。はいやったぜ。いやーねクリスマスね、かわいいなこのキャラクターたち。みんな外でさくらんぼ、いちご、ぶどう、桃、梨、スイカがねみんな外にいるけど、リンゴと梨がいないな、と、なんだっけ、デコポンと柿がいないね。うん、いやでもいいね。いや楽しいわこのゲーム。マジで面白い、やっちゃうんだよねついつい。いやということでね、今回スイカゲームクリスマスバージョン、クリスマスのスイカ、クリスマススイカ、うん、リースにしました。うん、できた。まあということでね、みんなねクリスマス楽しんで、年末もお正月も、まあ、今年はもうこれが最後の動画かもしれないんで、本当に1年ありがとうございました。来年もっと頑張れるように、もっと伸びれるように頑張るんで、ね、応援よろしくお願いします。はいということでね、スイカゲーム今年めちゃくちゃ流行ったゲームでね、今年は締めようと、まあ、まだクリスマスだけど年末まであるんだけど、ちょっとこれが今年は最後かもしれないんで、はいありがとうございました。うん、ということでご視聴ありがとうございました。ね、スイカ作ってよかったね、頑張ったねって思ったら高評価、チャンネル登録、拡散の方もよろしくお願いします。はい、ということでメリークリスマス&良いお年を。